はい、まあ、町を良くすると補正でございます。日時はですね、2022年8月の25日でございます。はい、今来ているところは東京都羽村市のですね、日野ポンポンズーに来ております。はい、羽村の動物園ですね。はい、私のね、動画で何回かね、ご紹介させていただいております。このね、こちらの日野トントンズーのですね、前にあった、歩道橋ですね、見ての通り、もう歩道橋がありません。はい、解体されたね、歩道橋の一部がございますけれども、ついにですね、歩道橋が、撤去されてしまいました。はい、かろうじてですね、今現在は支柱のみがですね、残っているような感じでございます。はい、この支柱もですね、何日か後には完全にですね、取り払われてしまいます。はい、まだ一部ですね、手すり等が残っている部分がございます。はい、現場からは以上でございます。街を良くすると、細谷秀明でございました。